こんにちは、長谷部正和です。ザ・ノースフェイス・キッズ・ネイチャースクールでは山のガイドをしたり、キャンプの指導を子どもたちと一緒にやっています。今回はフィールドに出た時に遊べる冒険グッズを作っていきたいと思います。第1回目は望遠鏡です。今回作るこの望遠鏡はケプラー式望遠鏡といって、覗いた時に上と下が逆に映りますが、遠くを見た時にくっきりはっきりちゃんと月でも模様が見えるようになる望遠鏡です。今回使う材料はまずミニルーペ、そして老眼鏡。老眼鏡はプラス 2.00 というサイズで、なるべくレンズが大きいものを選んでください。そしてポテトチップスの紙の筒2本、蓋付きでお願いします。そして工作用紙 A3 サイズの黒い紙が必要になります。今回使う道具は大きなカッターマット、切る道具はハサミ、カッター、そしてメガネのレンズを外すためにペンチ、書く道具は鉛筆、油性ペン、そしてコンパス、つける道具はセロテープ、両面テープ、糊、そして多用途のボンドになります。長さを測ったりするのに50センチぐらいの長い定規があると便利です。まずはじめに望遠鏡の覗き口のところを作っていきます。ここの大きさ、太さのところに合わせて定規で在体でいいので長さを見ます。長さを見たらマジックを止めたコンパスで大体中心で線を引きます。次にあと2ミリ3ミリ小さくした幅でさらに線を引きます。これが引けた状態です。線が引けたら大きい輪と小さい輪の小さい輪のところで手を切らないように気をつけながらカッターで切り抜いていきます。多少斜めになっても大丈夫です。次は内側でさっき切った線から外側の線までハサミで細かく切り込みを入れていきます。ここは細かければ細かいほど綺麗に後ではまります。切り込みが入りました。入った切り込みを少しだけ曲げながら立ち上げておきます。こんな感じですかね。そうしたら拡大鏡のくびれのところまで蓋の後ろから入れていきます。そうすると抜けなくなるので、これで覗き口の完成です。では次に覗き口の反対側のレンズをつける部分をやりたいと思います。ポテトチップスのもう一つ、二つ目の蓋のところに、この後レンズを外して載せます。レンズを外すときに力が必要で難しかったら、大人の方に手伝ってもらってください。ペンチでレンズを割らないようにゆっくり外していきます。こんな感じですね。レンズを外したらポテトチップスの蓋のおおよそ中央に乗せて、まずはレンズがずれないように
押さえながら油性ペンで輪郭をマジックでしっかりと引いていきます。輪郭を引いたら、この輪郭よりも2ミリぐらい小さな幅でじっくりと丸を引くので、コンパスで測る測って引いていきます。中心ぐらいに針を刺して2ミリぐらい小さくなるように調整していきます。丸を描きます。コンパスで引いた丸に沿って手を切らないように気をつけながらカッターで切っていきます。はい、切り取れました。ボンドでレンズをポテトチップスの蓋につけるときは多用途のボンドを使います。レンズの上面、外側に来る面を上にしてつけたいので、レンズの内側になるところの縁の部分に少しずつボンドをつけていきます。あんまりつけすぎると後で乾きが悪くなるので気をつけてください。で、気をつけてほしいのはボンドがレンズの真ん中につかないように注意してほしいです。で、これをボンドを触らないように慎重につけていきます。よいしょ、ちょうど中心に来るようにしっかり止めます。このような感じですね。次に望遠鏡の本体の部分、ポテトチップスの筒側の部分と伸ばしたり縮めたりできる工作用紙で作る筒の部分を作っていきます。まずポテトチップスの筒の底の部分をほんの少し残して一回り小さく切ります。そうすることによってこっち方向で力を入れた時に筒が潰れないで済みます。ここも手を切らないように気をつけながら、大体で大丈夫です。はい、こんな感じで完成です。次は工作用紙と黒い A3 の紙を使って本体の方2つ目を作っていきます。まず黒い紙の方と工作用紙をぴったりくっつけたいので、糊をつけていきます。糊は紙用の普通の糊で大丈夫です。後で剥がれないようにしっかりと糊をつけておいてください。工作用紙の端にしっかりと合わせて、なるべくシワが飛ばないようにしっかりとつけます。このあと糊がしっかりと乾いたら、今度は黒い画用紙の長辺と短辺、短いとこと長いとこの長い方を端から40センチ、端から40センチ測って線を引いて切っていきます。線が引けたら、今度は
40センチの線とこの A3 の黒い紙の幅に合わせて切っていきます。で切り取ります。これをポテトチップスの筒に合わせてしっかり巻いていきます。その時に巻きやすいようにポテトチップスの筒に合わせてしっかりと巻く癖をつけます。巻く癖をつけたらこの巻いた長辺のところに両面テープを2本ずつぐらい付けます。切れたら最終的に隙間なく動くようなシステムにしたいのでしっかりと筒に合わせて巻き込んで手で押さえながら両面テープを剥がして改めてしっかりきつくなっているかを見て巻きを作るように留めます。両面テープがしっかりくっつくように留めたらさらにつけた部分にセロハンテープでしっかりと留めておきます。動かないようにします。これで望遠鏡の本体が完成です。続いて覗く側に拡大鏡をチップスの上部分と一緒に合わせて止めます。この時にすぐに取れてしまうと部品が破損するのでしっかりと一周テープで止めます。OK です。続いて望遠鏡の先についている老眼鏡のレンズ側を紙で作った本体に取ります。ちょっときついですけどしっかりとはめてまたここも同様にテープで一周しっかり留めます。止めたらしっかりとテープを止めてすぐに外れないようにします。でこの状態でここを好きな色に塗っていただいても大丈夫です。最後にポテトチップスの筒と紙で作った筒をしっかりと合わせればちゃんと上下に動く望遠鏡の完成です。望遠鏡の使い方です。望遠鏡は伸び縮みをさせながら覗いた時に見たいものがしっかりくっきり見えるところまで動かして調整します。見たいものがあれば例えば月ならば外を見て月の方を見て顔と目を動かさずにそっと望遠鏡を目に当てて片目で見ます。さらに最終的によく見えるように上下させながら調整をして見るような形です。月の模様や野鳥の観察もできるポテトチップスの筒で作った望遠鏡、冒険グッズとしてぜひ作ってみてください。